ニトロプラスちゃんを演じさせていただきました三沢幸サと申しますよろしくお願いします、えー、ニトロプラスちゃんはとっても可愛い女の子で初めて見たときにああなんて可愛いんだこれ私がやっていいんですかっていう気持ちになりましたシマシマのニーソックスが個人的にはとても好きなので、えー、この 二足す可愛いなって思ってたらこの子戦うんですよねなんかこう太ももが揺れたりしたら私は嬉しいと思いました揺れたりするところを想像するのが幸せです <laughs> こんなんで大丈夫ですかねはいこんな感じの三沢幸子が愛を込めて演じさせていただいたんですけれども最初ね聞いた時はですねあのニトロプラスちゃんという名前にまずびっくりしましてあれ三沢幸子なんか大事な会社 名様を背負っている大丈夫だろうかと思ってすごく心配だったんですけれども、えー、一生懸命魂を込めて演じさせていただきましたはいどうでしょうかこれを聞いているということはいつ聞けるんですかね、えー、最後の方に聞けるのかなもう私が、えー、戦っている私のキャラクターが戦っている姿だったり、えー、なんかも聞いてくださっているのかなと思うんですけれども、えー、決めるときは 決で、普段はねあのか可いらしい女の子かなと思いきや戦う時はちょっと声の調子が変わって、えー、かっこいい言葉で、えー、正義感あふれる女の子だなっていう感じで演じました、まあ、今回台本がゲーマーならにやりとするネタが入っていたりとかしていてとても、えー、楽しかったです演じている方としては。あとと生生肉肉いう本当に生肉 本当に生肉を <laughs> キャラクターにしているっていうのがすごく斬新で先ほどイラストを見せてもらったんですけど本当に生肉でびっくりしましたけどなんだろうニトロフラスちゃんのまだ新たな一面が見られるところなんじゃないかなって思いました生肉と一緒に旅をするニトロフラスちゃん一体ゲームではどんな風に描かれているのかが今から楽しみでございますはい、ということで えー、長々と喋らせていただきましたが、えー、三沢幸子でしたありがとうございました